墜落する機体2007年のラドム航空ショー事故は2007年9月1日にポーランドのラドムの航空ショーで極技飛行チームの2機の航空機が空中衝突した事故である。16カ国の極技飛行チームの演技を見に集まった1万3000人の監修の前で事故は発生した。アツル・ザラスニー・エアロバティックスチームの3機のズリイン Z-526 の演技の中で 3機が別々の方向から同時に中心に向かって飛行した時、ピョートル・ベナ・シャックスとグループリーダーのレッジ・マーシェイレフスキーの操縦する2機が空中衝突して2機は墜落しパイロットは死亡した。観客に怪我人は出なかったが主催者は航空ショーを中止し3日間犠牲者の追悼を行った。ピーター・ベナ・シャックス、1982年3月4日生まれは 作曲家の友人インベナシャックスの息子で16歳から航空機に乗り2001年のエアロバチックのポーランドチャンピオンであった。飛行時間は541時間であった。レッチ・マーシェイレフスキーはグライダーパイロットインストラクターでアツル・ザラスニーエアロバティックスチームの創立者であった。航空会社のパイロットを務め、それまでの飛行時間は3352時間であった。 ありがとうございます。